オリックス15度目の完封勝利、貯金21。オリックスが楽天に1対0で今季15度目の完封勝利、連敗を2で止め、リーグ最速60勝に到達、貯金を21とした。先発曽谷が3回で降板した後、4人の救援陣系統で初回の1点を守りきった。宇田川が3勝目、平野が19セーブ目を挙げた。オリホ、よかった。こういう完全劣勢の展開を取っていくのは大きいな。今日の勝ちはでかい。真夏のロード5勝3敗か、上出来やな。1点をリリーフ、繋いで無理やり抑え込んで守り抜く野球やったな。最後小田がしれっと簡単に取ったけど、すごい属さ。小田が打球判断ミスるとか珍しいな。リプレイ見てもかなり危なかったな。平野さんはさすがの4本だな。平野ナイスセーブ。平野の大劇場はいつもながら心臓にダメージを残す。毎回ハラハラさせてくれて癖になるわ。素晴らしい投手陣やった。ソタニ対のリモトでよう勝てたわ。ソタニの変化球は魅力やったわ。ストレートのコントロールが安定したらより生きるよね。中継ゴリ押し最高や。山岡は最高のロングリリーフかもしれない。勝ち投手だがはかこれで上向きになってくれたらいいな。来週は京セラの9連戦4勝2敗ぐらいで行ってほしいわ。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。